坂井忠正6月10日から1971年2月16日は、日本の政治家、家族。貴族院議員、貴族院副議長、農林大臣、君一等随法省、伯爵、中央農業会長、日本中央競馬会理事長、横綱審議委員会所大委員長、相撲博物館所大館長、雅楽頭系坂井家26代当主。 大東文化学院総長、大東文化学院専門学校校長などを、歴任した。ビンゴ福山藩の最後の藩を主だった、安倍正武の次男として生まれ、旧姫路藩主坂井家の坂井忠興の娘、秋子をめとり婿養子となる。1918年に、京都帝国大学法学部を卒業する。1923年9月に、 貴族院議員となり1945年12月まで務める。安倍内閣にて農林大臣を務める。政治的には右翼運動に近づき、東洋人の自覚と文化の普及に努めるためとして、近畿学院内にアジア文化協会を結成し、1927年10月に近畿学院より発行した日本政教の根本問題国定言論において、 国体の明示を行い、ついで1928年2月に、近畿学院の総書、建設集において、国威運動を提唱し、日本の行くべき具体的方策を公表した。その運動の一環として1932年1月、近畿学院の安岡正厚と、その支持者を中心として、黒い会を設立。発起人に、荒木貞を後藤文夫、近衛文丸、 理事に、坂井忠政、岡部長影、吉田茂、松本マラブラ家族、官僚、軍人が名を連ねた。黒井会は1932年6月1日から、毎月、帰還し、国威を発行した。1930年に、ドイツを訪問して、ナチス党の幹部ヨーゼフ・ゲッペルスの秘書官湿気ダンツと、会談していた忠政は、帰還し、 黒ただしで、ドイツ国民社会党の真相という論文を出すなど、日本でも高まってきた国家社会主義運動を形式的模倣で終わらせないような地す会を広める役割も果たしていた。その後、黒い会は日本全国各地に勢力を伸ばし、当時日本領だった朝鮮半島にも勢力を広げた。満州事変後の国家主義主張の高まりに乗じて日本精神に根ざした。 国政革新計画の樹立と人材の救護を目的とした。いわゆる新官僚が数多く参加し、活動の中心となる。同年の斉藤内閣に、後藤が農商に就任、農産漁村経済構成運動を指導したのをはじめ、続く岡田内閣でも、後藤、吉田、広田幸喜川田列良会員が入閣し、内閣初期官庁の吉田を中心として、 国策審議機関案が生まれるが作成された。しかし、こうした会員の進出は、同会が、政界の黒幕、新官僚の母体であるといった見方を広げ、陸軍統制派とのつながりを噂されたこともあり、これらの疑惑を解消するため34年12月に、解散声明を発表、表面的な政治団体としての活動にピリオドを打った。国民精神総動員運動にも参加し、 翌3会総務、翼政教委員、翌政会常任総務などを務め、戦後に戦般容疑で逮捕された。解除後の昭和27年から、ヒロポン患者構成また公開会長や日本精神、保健福祉連盟、中央競馬会理事長、横綱審議会委員長などを歴任した。日本中央競馬会第三代理事長として、アジア競馬会議の開催を提唱し、 1960年に実際に開催するなど日本競馬の国際的な地位向上に勤めた。また大相撲の横綱審議委員会初代委員長、日本プロレス協会初代会長を務めるなど日本のスポーツ界にも足跡を残した。特に各界では当時を代表する広角家とされ、相撲の殿様と呼ばれていた。1954年に 彼の膨大なコレクションを基礎として相撲博物館が開館し、初代館長となった。膨大な資料を駆使して表された日本相撲誌は、下館が未完に終わったが、相撲誌研究のバイブルとされている。双葉山貞時とも深い信仰があり、双葉山が谷風和之のの連勝記録を更新したことを最初に知らせている。ありがとうございます。